アントワーヌ・デュアメルは、フランスの作曲家、音楽学者である。1925年7月30日、フランスの聖の県バルモンドワに、作家、詩人のジョルジュ・デュアメルと、女優ブランシュ・アルバーヌの子息として生まれる。1944年から1945年、オリビエ・メシアン、ルネ・レイボビッツに学び、ソル・ボンヌで、心理学と音楽学を学ぶ。アンリ・シャンプティエ、 レオン・スペイヤールのドキュメンタリー短編映画、分断の人々の音楽スコアを書き、映画界にデビューする。翌1961年、ヌーベルバーグの映画監督、ジャンダニエル・ポレの3作目の短編映画、ガラの音楽を担当、以来、ポレが異作に至るまで修正の付き合いとなる。フランソワ・トリュフォー、ベルトランタ・タベルニエ作品も多く手掛けた。2002年2月、 タベルニエの監督作、エセパセ自由への通行許可証の音楽で、第52回ベルリン国際映画祭で音楽賞を受賞、2003年のエトワールドールを受賞した。同作を含め、セザール賞のノミネートは多数である。ありがとうございます。